でしょ。知ってますか？アイルランド。はい、今日もご紹介するんですよ。2122のアイルランドのホームジャージです。なんでこのジャージがそんなにね盛り上がってるかわかりますか？試合だ。そうですよ。我らがジャパンが戦う。ジャージはきっとこれですよ。ですね。このジャージ、なんでしょうね。なんでしょう。まあまあ、あの前あの待って、あの他のジャージもだったんですけど、はい、まずですよ、このジャージ首がもうキュッとしてます。首締めジャージ。しかしこう被って気をつうじゃないですか。うんうん、あれって無理かもしれないって一瞬思います。あ、これ無理だなって思う。だけど、うん、ここがやけに伸びるんですよ。ほら。あ、本当だ、すごい。それでビョンっていくとズバッって入るけど、もう入った瞬間にプシップシッもうもう戦闘モードみたいなそんな感じのジャージですよ。わかります。なんでまあまああの前もねちょっと言ったかもしれないですけど、うん、襟問題っていうのがあるわけですよ。ラグビー界には襟問題っていうのがあって、うん、前はルールに載ってたんで、あれ日本だけだったのかな。襟の大きさは何センチ以上なければいけませんみたいなルールがあったんですよ、うん、あったんですけど最近はもうもはや無視、うん、パターンが多いので、うん、こういうねもう T シャツっぽいジャージ、もう T シャツっぽいですね、はい、がもう主流になっちゃってきてますよね、うん、ただそこに戦ってるのはやっぱりマクロンとかさ、マクロンさん、逆に、うんうん、ゴンデがいい、ゴンデがいいです、ゴンデがの襟つけたりとかしたもうなんかいいよね、そういう裏見てるとさ、すげえ戦ってないで、ランク1嫌いじゃないですよ、そういうのはね、あのメーカー同士でもさ、そういう、いいじゃん、楽しい、あれ私のタグがどっか消えましたね、あ、いいんですいいんです、いいんです、タグがね、なくても私はちょっと消えますね、画面からないんですよね。タグがないんですよ。なくしました、タグ。まあいいんです、いいんです、いいんです。レクリカジャージ、SS。書いて、あ、これも来たよ、やっぱ。え？これもですね、カラーがですね、オフィシャルライセンスプロダクトって書いてあるんだよ。いや、出た。これなんだろう？それ多分間違ってますよ。間違いか、もうね、アイルランドのカラーがグリーン以外あるかと。まあ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 。ホームジャージ、ふざけんじゃねっていう。戦いの意味を込めてるかもしれない。じゃあさっきイングランドですよ。ああそうです、うん、イングランドのタグだったかな。あ、違うし、これ違う袋見てたよ俺今。あっちも間違ってる。え、ちょっと今何しにしてください。オフィシャルレッスン書いてないですよ、カンタベリアから。いいんですよ、カヤのことはどう見てもグリーンじゃないですか。グリーンなんです。アイルランドグリーン。でですよ、前見てこのねデザイン、これ何ですか、もう調べてくれたんですか。ピチガラだからダメだって。いいですか、うん、ビチャってやったような、ちょっとなんか斬新なんていうの、このデザインが載ってるんです。これ汚れじゃないですかね、川みたいな、海みたいな、なんなんですかね。まあ、うん、あるんでしょうね、なんかのそのこういうところに意味がね、うん、ちょっと調べたい人は調べてください、ぜひ。すごい細かいですよ、多分、うん、入ってるだからここは消化なんです、これやっぱり、うん、消化だけど、ボディの緑はやっぱりほら、緑、うん、消化じゃないですよ、しっかり、はい、アイルランドグリーンになんていけないからね。でもちろんですよ、このボーダフォンね、一番でっかいロゴ、はい、知ってます、ボーダフォンって。電話、そうそうそう、昔さソフトバンクボーダフォンだったよね。わかりますよ、まだ。あ、まだわかる。これでね、年代がバレない。知らない人は若いってことですよ。知ってるあなたは、知ってるあなた、あなた、私とと同じ世代ってことです。はい、ボーダフォンってね、携帯電話の会社ですね、はい、あの日本ではあんま見なくなっちゃったんですけど、海外行くと結構あるんですよ、ボーダフォン。まだある、はい、もちろんです。イングランド行ったりだし、うん、オーストラリア、ニュージーランドってボーダフォンって普通に生きてます。生きてますって言ってて、あります、はい、がスポンサード入ってますね、はい、で、カンタベリー、この2つはですね、プリントのロゴが入ってます。はい、で、こっちはいつも通りなんですけど、アイランドってやっぱパッチが多いんですよ、 3D のね。うん、見えないかもしれない、あの、なんていうの、パッチを作って貼り付けたみたいな、うん、で、ゴムっぽくできてる、ゴムっぽいやつ、うん、で、上に貼り付けてるやつです、うん、まあ可能性やっぱ高いですよね、カンタベリーさん。あ、まあいつもでこれサイズ S ですよ、 S。 S、ちょっと長めですかね。いや、ちょうどいい、すごくいい感じ、すごく、あ、もうこれだろうなって。ただ、うん、やっぱ首が気になる。してると、あの、私もラグビー崩れなんで、うん、ちょっと普通の人より首あるんですよ。なんかね、当たるんですよ、こういうとこが。なるほど、気になるんです。うん、なりたい、細くなりたい、首を細くしたい。首は細くしてもう無理です、ね、一生懸命こうやって。それ太くなりますよ、太くなっちゃう、うん。首をですね、ちょっとですね、首のところがですね、気になる人は気になるかなっていうレベルかな、うん、まあポリエステルなのはもう間違いないです。で、どこで作られてますか。中国です。そうなんですよ。あのですね、カンタベリアなんで、中国ですよ、やっぱり中国なんですよ、うん、何なんでしょうね、うん、
その辺は変わらないですよね。ね、まあいいんですよ、別に全然いいんですけどね。うん、はい。で、まあ、今週末試合ですからね。そうですね。どうなるんですかね。とは言ってもね、うん、まあ、これから言わせてもらってでしょ、うん。勝ってますから。そうなんですよ。ジャパン前回。そうですよ。わかります？むしろ、してもらってるわけじゃなくて、してあげてる。なんなら。上から？そう、だって、やりたいの？ここですよ。うちとやりたいの？じゃあ行こうか、みたいな。やってあげてみんな。本当に。なんなら。いや、今回のメインはね、ポルトガルとの試合ですから。まあそうですね。違うじゃないですか。違う。絶対ポルトガルとの試合じゃないですよ。違うと思う、多分。メインこれですよ、多分。ここですよ、こことスコットランドですよ。メインかのね。絶対的にスコットランドとこれですよ。はい。まあまあ、そんなぐらいね。言ったっていいレベルですよ。勝ってんですから前回は。まあ、そうですよ。その事実は変わらないわけですよ。うん、それどっちが勝ったのお前ですよ。ジャパンなんですか。まあ、だから負けたからすごい来ますよ、ね。いや来る、うん。めっちゃ。でも楽しいでしょ。楽しい。それがいいわけじゃないですか。ね、そんなこと今ではなかったじゃないですか。なんでいつも上から目線でね来てましたよ、ね。ねえ、ジャパンごと来てやりたくねえよみたいな感じだったのが、最近来ていただけませんかと。うちでぜひやりません。もう何万人も入るらしいですよ。そうなんですか。今週末、うん、行きたい。6万人、噂によると5、6万人入るみたいな。全員これで来てるんですよ。やばいですよね。アウェー感。頑張ってほしいよね、ジャパンにね。頑張ってほしい。まあでもほら、ワールドカップの時下手したら俺らも5万人ぐらい全員ジャパン来てたでしょ。まあまあ、あの時逆ですから、ね、逆だったからね。まあまあまあ、それぐらいのハンデ上げてもいいかなみたいな。上から言っちゃうとね、俺全然関係者じゃないけどちょっと言っとくよ。俺は負けないよみたいな。ジャパン応援ですか。ジャパンですよ、はい、頑張って。だけどこっちだってもちろん好きな方はぜひ同じカンタベリーです。そうですよね。というわけで今回ご紹介したのが2122のアイルランドのホームジャージ、はい、ご紹介でした、はい。